都競馬場のおなじみ白鳥も3200メートルのスタート地点を見張ります。大坪さんどうですか。そうしますと大坪さんの推奨馬は、はい、私はねモンテプリンスを展開の並びあの能力的に連軸馬として推せますがね、はい、皆川マンナがあの菊花賞で見せたあのパターンですね、うん、はい、前走の中山でも見せてましたけども、はい、非常にあの立冬に入ってからの調教状態がいいですから、はい、また菊花賞の再現といいますかね、ああいったレース運びで、差し切るというか、うん、早めに抜け出すことは考えられますね、はい、そうですか。菅井さんはどうですか、はい、さっきも大坪さん言われたようにちょっとアンバー車台が減ってますんでね、はい、ここに来たらあのモンテプリンスと皆川マンナが一番こうよく見えましたね。そうですか、はい、大坪さんどうなんでしょう。関西は一角を崩すことができるかどうか。はい、能力面はともかくあの体調面体の良さでしたらね、うん、6枠のあのアリーナを国の勝ち時、それからアグネスタスクも一頃の疲れが取れて今日はだいぶあの牝馬らしく丸みを帯びて見えますしね。そうですか、はい、15番のキングオブイブキ馬場さん、今入ったようですね、はいはい、あと何頭ですか。あと2、4、6頭、7頭ですね。7頭ですか、はい、その後変わった様子はありませんか。特にないようですね。あの皆川マンナ、うん、これからゲートに向かいますね、はい、ゼッケン番号10番新山の子皆川マンナ。さあ16頭のゲートインが終わりました。いよいよスタートです。さあゲートが開いた。ちょっとばらついたスタートになりました。アンバー車台がちょっと立ち遅れ気味でありますが大したことはありません。オーバーレインボーが行こうとしております。モンテ、オーバーレインボー、それから皆川マンナ、この辺りの先行争いでありますがオーバーレインボーが先頭に立ちました。ゼッケン番号8番オーバーレインボー先頭、それから3番がモンテプリンス、その外へ皆川マンナ、外からぐん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 行くのがキングオブイブキ中央初出走、それから国の勝ち時、国の勝ち時、この辺りが続きました。そしてアリーナ王であります。アリーナ王、さらに13番が注目アンバー初代、1番アグネス・デスコ・サルノヒーロー、その外へ16番ゴールド・スペンサーであります。あとはちょっと後ろの方、2番のアジシバ王、今日は後ろの方から、14番のエイシンチから、それから7番のカズシゲ、後ろから行きます。9番の藤野闘魂であります。あと2頭、オペックホースなどは相当後ろに置かれました。ご覧のように乗馬分、その後ろにまだオペックホース、これで16頭全部。さあ、これから1周目のホームストレッチに入ってまいります。砂ぼこりを上げまして16頭が1周目のホームストレッチ。ここはまさに緑の絨毯であります。先頭はオーバーレインボーです。ゆっくりとしたペース、ペースが落ち着きました。オーバーレインボー先頭、それからキングオブイブキ、これが2番手であります。そしてその外アリーナ王がいつの間にか外へ出して3番手に上がってきました。さあ京都競馬場の大スタンドがうなります。大歓声が上がります。この3頭が誘導するようにして、その後ろにアジシバ王、そして皆川マンナ、皆川マンナゼッケン番号10番、ゼッケン番号10番皆川マンナ5番手であります。その後ろにモンテプリンスがいます。これをマークするようにアンバー車台、果たしていつアンバー車台とモンテプリンスが仕掛けるか。モンテプリンスは大方の予想よりもちょっと後ろから行っています。さあもう一度先頭に戻りましょうか。先頭この辺りアリーナ王が立ちました。名人アリーナ王、アリーナ王は先頭、2番手にまたオーバーレインボー、そしてジョアット・アジシバ王3番手に上がりました。淡々としたちょっと速いペースかも分かりません。15番キングオブイブキ、これをかわしまして、これをかわして皆川マンナ、京都の競馬場、京都の馬は得意です。ゼッケン番号10番は新山の子皆川マンナであります。さあモンテ、モンテアンバー車台はどこにいるか。ご覧のように差があって、ゼッケン番号3番モンテプリンスじっくりと乗っているか。その後ろにアンバー車台であります。さらに16番ゴールドスペンサーが内へ入ってきている。9番藤野闘魂、外へ行った赤い帽子猿の黄色、その後ろ一茂であります。さらにその後ろでありますが国の勝ち時乗馬分、そして栄新地からシンガリは依然としてオペック16頭が固まってまいりまして、第3コーナーの山の上でありますが、後続馬じりじりっと差を詰めてまいりました。先頭はアリーナ、アリーナが懸命逃げました。アリーナを先頭だ。そして2番手に依然としてオーバーレインボー。さあ皆川行くか、皆川3番手、皆川マンナ現在3番手、菊花賞と同じようにここから行くか。モンテ来た、猿のヒーロー赤い帽子、外から猿のヒーローが上がってきた。猿のヒーロー、桜花賞を取った清水英二が騎乗している猿のヒーロー上がってきた。しかし黒い帽子いった、モンテプリンスだ。アンバーが来ました。ゴールドスペンサーが虎視眈々と内をつく。この辺りで皆川マンナが先頭に立った。アリーナ粘った、皆川マンナ先頭だ。そして外からモンテ、無冠のプリンスに外して春が訪れるか。この辺りで一気にモンテプリンス先頭に立った。モンテ先頭、そしてアンバー来た、外からアンバー車台、完全にこの2頭が抜けた。内からゴールドスペンサーですが、モンテ先頭、今日は大丈夫、まだ1馬身半から2馬身の差がある。モンテプリンス1着、1着にアンバー車台、3着にゴールドスペンサーです。今日は堂々たるレースっぷり。モンテプリンス、ようやく無冠の貴公子に春が訪れてから9年目、
間のプリンスにも春が訪れました。勝ち時計3分19秒にモンテプリンスと吉永雅人してやったり、第85回の天皇賞を制しました。危なげなし。第4コーナーまでじっくりと待機したモンテプリンス、昭和52年4月1日生まれ、父シーホーク、そして母モンテオーカンの間に生まれて、期待に期待を集めましたモンテプリンスでありますが、ようやく昭和57年4月29日第85回天皇賞を制しました。果たして吉永雅人騎手の胸中やいかに、ついにしてやったりといったところであります。